皆さんどうもおはようございます。おはようございます。今回も、巨著伝違う孫権伝やっていきます。孫権伝の第2章ですね。誰でしょうか。憎き構想を打ち、私たち孫家は息も新たに天界と進み出した。父上、兄上、この剣の進む道、剣どうか見守っていてください。今天下に勢いを得た曹操が我々に刃を向けようとしている。震え上がる心が多い中、私は周囲の弦を指示し開戦を決断した。また曹操に追われた劉備とは同盟し、我らと共に曹操軍に立ち向かうように要請した。行くぞ、大河を孫家の勝利で彩らん。頑張れ。これより我々は劉備軍と連合し、脅威である曹操を打ち破るべく軍を進めます。この戦、天下の数勢を決めるものとなるでしょう。あれ数って思うよ。曹操の大船団を破るためには、幾重にも張り巡らせた策を成功させなければなりません。各将が役目を全うすれば勝てるでしょう。殿には中央で戦局を見極めつつ、任の実行に手間取っている者を援護していただきます。孫の力、曹操に思い知らせましょう。さあ、ということで赤壁の戦いですね。あ、諸葛亮おる。この戦、白氷の上を渡るがごとくだな。曹操の大軍を破るため諸君らに課せられた策、必ずや成し遂げてくれ。いざ、この大河に我らの未来をかける。よし、行くぜ。武器がね、これにしよう。赤人剣軽い。で、ここら辺は一緒ね。ということで、曹操の撃破と私の敗走がダメということでですね、なんだかんだでいっぱいおるな。よし、行くか。配下武将多すぎてもわからん、どこに何がおるか。こたびの戦、火をもって敵に臨む。みな、周囲の指示に従い勝利を収めるのだ。敵軍の攻勢が止むまで持ちこたえよ。強ない？急になんか強くない？よし、敵将討ち取ったり。どっかに武将らんかな。おった、こいつ配下武将やろ。あー、マジか。この音楽好きかも。引くのが戦略です。敵将打ち取ったり。さあ、あとはどこに誰がおる。あ、誰がどこにおるんかいね。新規もおるんか。ちょっと待って、全然倒してないな。厳しいね。橋を落としてみないかい。
中央の進路を閉ざせばこっちのもんさ。中央の端から敵将を排除せよ。落とした？あ、落とした。こっち落とした。東の端は成功で、学士に倒したらいいか。あ、やばいやん。装備が取り残された。一人敵陣に。ごめん、大丈夫あいつ。強い相手に取って不足なしじゃ。今度は負けねえ。これは死ぬやろあいつ。どうするやろ、帰ってくるんかな。なんとかして帰ってくるんかな。敵陣の中を一人駆け抜けて。かわい、ごめんごめん、めっちゃかわいそう。それは俺が悪いわ。敵が上手か。で、シュレイも倒せる。よし、負けねえからな。敵将撃ち取ったり。これで、あとは細胞が上におるな。あれ倒したらいいんか。あ、帰ってきとる。あれ、いつの間帰ってきたんこいつ。おう、おかえり。よく走ったな。こっち側にね、確かね、細胞おるはず。こいつ倒して帰っていく。あー、もう。ちょっと待って。あー、ちょっと待ってよ、馬がないって。もう、え、俺の馬は何？進路を塞がれた。あ、馬なくなったんじゃない俺。小賢しい、遊撃戦で進路を確保せよ。違う、馬向こう岸に渡っとる。だる、うざ。待てよお前ら。我ながらうまく騙せたよ。けどこの戦、ここからが難儀だね。馬ないやん。だるすぎやろ。普通にめんどい。失敗。どうだい、策はなったよ。くっそー。どうだの、船の動きを封じれば家計の効果は倍増。先ほどの進路の閉鎖といい、見事だな。今度は負けねえからな。敵将撃ち取ったり。郊外中央の敵船を占拠せよ。どうしようかな、今誰か持ってるかな。あ、死んだ。無念です、ご分を。なんか白輪に脱落しよった。今度は負けねえからな。敵将、いや、邪魔邪魔邪魔。撃ち取ったり。ちょっと待ってよ、長老やってる馬持っとるやろ、さすがに。よし、敵の戦略です。敵将撃ち取ったり。よっしゃ、長領倒しに行こう。長領なら持ってるはずやわ。馬を、馬もらおう。上まで行くならもう奪ったらね、自分の馬を。どうせ上に行くならっていう話になってくるよね。よーし、これより家計戦の準備に入る。さあ、家計戦がどうなる。初めての赤壁だからね。
長領さん、馬乗っ取ってくれ、馬乗っ取ってくれ、頼む、馬乗ってない。一人で挑むか、手加減せんぞ。お前を倒してさっさと帰るとするか。やばい、マジで、あ、マジですごいやん、邪魔しかせんやん。ちょっと待って、ちょっと待ってよ、よし、あ、違う違う違う、来いよ、お前なんしょん、なんでこいつガードしよう、ずっと風を呼ぶため、これより飛行を始めます。また逃げ寄る、これ何、このこの動き、よし、死すより生きて汚名を注がん。敵将撃ち取ったり、よっしゃよっしゃ、これで手いくとどうしよっかな、とりあえず右攻めるか、馬が欲しいんよね、俺の大事な大馬ちゃんを。俺の愛しの敵ロおった、敵ロー、お前が一番大事や、マイスイートハニー。これで真ん中攻めよう、こいつはね確かねおらんかったはずよ、配下武将、かっこええんがおったかもね、配下武将、なんか倒してまったけど、なんだかんだで、はい、いや十分十分、範囲狭いけど全然使える、武器軽いし、軽いっていうのがあるけどやっぱ重みがないんかな、攻撃に。そんなことはないんやろか、よっしゃ、馬乗れた、嬉しい。早期降りてきてない、あの左上の早期じゃないんかな、誰やったっけ、忘れたけど、配下武将、おらん武将、モブの、ちょっと待ってよ、敵武将がどこにおるか、ウキンが下におって、テイクとウキンが同じとこにおるな、来た、こいつら倒そう、おーロシクよ頑張った、いや来ないで、来た、遅っ、今からかよ、負けねえからな、敵将撃ち取ったり、当たらない、勝つ日もあれば負ける日もある、敵将撃ち取ったり、あー嫌だ、お前と戦いたくない、どうし、お命頂戴します。いやさすがに命まではあげれ、可愛いけどあげたいけど、
きましたね。さあ、時は満ちました。この風に策を乗せ、敵陣へと運びましょう。ケイ、絶対に忘れません。来ないで。エクション打ち取ったり。来たぞ、賭け。頑張れ、郊外。いよいよじゃな。よし、早ない？火の回り。まあそこら辺はいいでしょう。もうほっとこう。天よ見待て、この炎こそ我ら孫悟の生きよう。かっこいいよね、こういうの。よっしゃ、明るくなった。家計が多くていいこと、わかりやすい、見やすい。以上。よし、燃えたか。そうそうよ、孫悟を侮ったこと、炎に焼かれて食えるがいい。策はなった。全軍反撃開始。よし、で、早急を倒す。速攻は私の得意とするところ。あ、敵の体力減っとんな、これ。覚悟されよ。いや、ここを引かねばなるまい。敵将撃ち取ったり。あとはもう配下武将おらんねん、誰一人。で、総飛倒そう。来いよ総飛。ぶっ倒してるけんかかってこいよ。お前は偉そうに馬乗っとんやな、毎回思うけど。上はどうした？無謀極め。おら来い。ああ、早い。まだまだ。敵将撃ち取ったり。来ないでー。あー、諦めないでー。よし、いい感じよ。あとは曹操や。曹操とその前に曹真やったっけ、あれ、向こうが夜の曹真倒す。名前忘れたな。無敵様だ。いや、マジで関飛ば欲しい。やばい、関飛ばへのこの欲情が半端じゃない今。欲情違うな、関飛ばへのこの欲が、関飛ば欲が今尋常じゃなく高まってる。適度じゃ物足りん。今はもう何よりも先にあれよ、何だっけ、真空書。狭すぎる、いくらなんだろう。一発で乗れんとこうなんよな。あー、マジで。敵将撃ち取ったり。よっしゃ、来い曹操、お前の番や。
お前くそ邪魔やな。うまいなボディーガード。わしを狙うか、敵がやつめ。え、ガードした？そう、マジで天才的かよ。何？えい、よし。この借りは。よしよし。これがどうって次第3ステージ倒して第4ステージ行ったら合皮神杖が出るっけ。真空書が取れるよと。よし、頑張ろう。頑張ろう頑張ろう。いけるぞ。集中すればなんとかなる。曹操軍の船が大河を赤く染める。天下の誰がこの結末を予想しただろうか。我らのこの勝利、後世まで語り継がれよう。これで曹操の力はそぎ落とされた。この機を逃す手はない。奴が再び力を蓄える前にその波動を断ち切ってしまうのだ。へいへい、任せろやい。お、達人になった。いや、そろそろ護衛部署欲しいな。護衛部署どうやって手に入るんやろ。はい、ということで、今回ここら辺で終わりたいと思います。次第3ステージですね、やっていきますんでよろしくお願いいたします。じゃあそんな感じでお疲れ様でした。バイバイ。